えー、それではやっていこうと思います。えー、漫画模写 RTA、えー、東京万次リベンジャーズ編東京万次リベンジャーズでいいんでしょうか。東京リベンジャーズ。まあでも僕は漫画版の方を画の模写をしているのでまあ東京万次リベンジャーズと言わせてもらいます。のこれは果たしてネタバレになってしまうんでしょうか。これはは単行本派の人は まだまだ登場してないかもしれませんあの新キャラの河原木千住さんなんですけれどももうなんか髪も目もなんかまつ毛も白いみたいななんか謎のベールに包まれたブラフマンというあのー、謎の組織の早朝的なやつなんですけれどももうすでに人気は あるんでしょうかものすごい人気の出そうなキャラクターなんですけれども正直タケミッチなんかよりは全然好きだなと僕は思いましたタケミッチには一度も感情移入はしたことはありませんがでもいや東京タケミッチがタケミッチがもっと強ければなーっていうのは面白さを破壊してしまう要素なんでしょうかタケミッチなんか 弱いけど一番作中で体力はあるというか打たれ強さはあるみたいなあの感じがなんかもう一個欲しいなと思ってたところにまあ最新話でちょっと面白そうな展開がタケミッチになんかある能力がみたいなそこはやっぱネタバレなので言わない方がいいんでしょうか。東京マンジリベンジャーズますますす面白くなって最終章へと フィナーレ、えっとひた走るといった感じなんでしょうか「原木千住」難しい名前ですよねで「ブラフマン」っていうのもなんか聞き覚えがあるようなないようなみたいな「ブラフマン」「ブラフマン」って聞いた時に何か宗教っぽいなって思ったんですけれども僕の世界史の知識が結構あやふやで。 なんかゾロアスター系のやつだったかなって思ったんですけど、まあ、調べてみたらそのゾロアスター教はあアーリーマンなんか僕が思ってたのはブラフマンはアートマンと同一でアートマンとアーリーマンはまた違うものでみたいな,なんかアーリーマンっていうのが、まあ、ゾロアスター教のあのー、悪の神みたいな。 まあ何か高校の担任があだ名がアリマンだったんですけどもうとってもどうでもいいですよね。もうなんかそんなことを言ってる間にもう目も口も鼻もなんかちょっと描き終わってそうな全く絵については触れ,る触れるのを忘れていたんですけれどもえー、これは RTA なので、まあ、いつものようにあの下書きなし消しゴムなしアンドゥなしで。 書かせてていいただいてますがこの枠井健先生の書き方っていうのが、まあ、結構週刊、まあ、漫画だからっていうのもあるのかもしれませんがあの線が硬くてあのシュッシュッシュとなんか一本の線で決めてない感じちょっとなんかあえて墨溜まりというか、まあ、インクのなんかガタ,ガタガタっとした感じっていうのが、まあ、これを。 なだからまあ目とかも結構特徴のある描き方はしてるとは思うんですけれどももうこの線の調子を見ただけで一発でああ涌井先生だなっていうふうに分かるようなそういった絵ででももう本当になんか少年漫画用にマガジン用にもうそれは。 新宿スワンの時とかからはなんかその絵柄をすごいアップデートしてなんたらかんたらでみたいな噂は聞いたことはあるんですけれども何分僕は新宿スワンを全く読んでいないので全然そこら辺の違いというのは分かってはおりませんが「東京マンジリベンジャーズ」どうなんでしょうあのアニメとかは全く見てないんですけれどもやはりめちゃめちゃ流行っているんでしょうか現在。 漫画は、まあ、読んだのはちょっと前でそれで今マガジンで最新話を追っているっていう感じなんですけれどもやっぱ引きがめちゃめちゃあるなと思いましたなんか週刊正しく週刊少年漫画だなっていう毎週毎週絶対次の話どうなるんだろうっていうなんか昨今の漫画ってちょっとその <laughs>。 読ませる力が弱いといとうか、まあ、次のページをめくらせる力っていうのがなんか少し弱いような割とその日常系もしくはまあもうあるあるすぎてもう次の展開分かりすぎてあんまり読む気がうせ,うせるというと言葉悪すぎるか <laughs> あんまり読む気はしないけどでも暇だからちょっと見ようかなみたいな、まあ、そういうあまり。 なんか引きの力っていうのがなんか強い漫画っていうのはなんか昨今あんまりないなと、まあ、僕が多分漫画をあんま読めてないせいもあるんだと思うんですけれどもそういうもう,もうキンキンに老害思想がもう解雇中なのがもう良くないと思うんですけど、まあそういう風にちょっと思ってしまう僕がいたんですけれども「もう東京マンジリベンジャーズ」を読んで。 もう反省しましまた本当にめちゃめちゃ引きの強い漫画だなっていうふうにいや面白いですねいやーでなんかこの線の感じの話にまたちょっと戻るんですけれども、まあ、このなんかめっちゃカチカチに書いてるのにこのこのかわら木千住明石千住 のなんか髪の毛ちょっとふわっとしてる感じみたいなのもやっぱその線の種類自体は硬くても柔らかいものを描けるっていうなんかこういう矛盾と言いますかまあやっぱりデッサン力根っこの部分のなんか絵の力っていうのはなんか凄まじいなっていうのは描いてて思いましたうんう習慣 習慣で漫画を連載するなんてもうすごい忙しさだろうだともう想像を絶する忙しさだとは思うんですけれども、まあ、それでも多分その習慣で描けるうーっていうのと、まあ、それのおかげでこの画風にたどり着いたっていうことなんでしょうか何かそこの締め切りがあるからこそ j p o p は生まれたみたいな,なんかそんな名言を聞いたことありますけどまあそれと一緒で早く書けるっていうことを研究した結果この絵柄にたどり着いたというかつまあ少年がなんか憧れやすいというかまあ,あまりにもその青年とか大人っぽすぎないようなまあ目の大きさだったりみたいなのを追求した結果たどり着いた絵柄で。 まそのまんまやっぱ狙いい通り大ヒットししたたみなたな感じなんでしょうかすごい涌井さんのやはりなんかそのちゃんと元から絵がうまいのにかなりその時代時代とかまあ雑誌に合わせて絵柄をブラッシュアップさせていくっていう感じがうまい上に賢いというかまあ賢いから絵がうまいのかっていう感じがいや本当に尊敬できるなと 思いますしなんかネームがめちゃめちゃ早いって噂を聞いたんですけれどもそれは定かではありませんどうなんでしょうねお話作るのもめちゃめちゃ早いという噂を聞いたことがあるんですけれども僕は毎回噂をどこから聞いてくるんでしょうか全くソースが確定してないのにこんなペラペラ喋ってってい,いいのでしょうか僕の話はもう話半分に聞いてください全然裏取りをしておりません いやでここら辺のなんかちょっとガタガタしてる線みたいなのも何かまあこれはこれでちょっと書きながら緊張しましたね。というのもまあこれアドビのフレスコっていうツールで書いてるんですけれどもまあ僕滑らかさあの手ブレ補正をめちゃめちゃ強く多分平均50ぐらいで人がやってるところをあのアンドゥこれは。 今ルール違反をしたんですけれども塗りが失敗した時のアンドゥーは見逃してくださいえー、っともうアンドゥーのせいで何も何もかも忘れてしまいました <laughs> 何の話をしてたんだ僕はなあ手ぶれ補正手ぶれ補正をもうめちゃめちゃ強くしていてで、まあ、そのせいで、まあ、勝手に線が綺麗になっちゃうからなんか逆にこのなんかちょっとガタガタっとした線っていうのが難しくて でこのガタガタした線っていうのが、まあ、なんかスピード感があるからガタガタしてるっていう説もなんか僕の中であってああまあなんかゆっくり書いたガタガタの線ではないんじゃないかなっていうような推理があってでもゆっくり書かないといやもうな何を言ってるかもうアンドゥのせいでもう何を言,何を言いたいのかもう完全に忘れちゃいました。まあ、とにかくそんな感じで こんな感じで録音の方はもう失敗したとしても僕は録音は絶対取り直す気はないのでもうこのまま話を <laughs> 続けちゃいたいと思います。これそうなんですよねまさかブラフマンのブラフマンとかいうめちゃめちゃ強いなんか組織のトップがまさか高校1年生の女の子だったなんて。 っていう衝撃のシーンですよねもしそこを読んでなくてこの動画でネタバレされたって人は本当にすみませんこんな衝撃的なシーンなのにいやう高校1年生でブラフマンのトップかまあブラフマンがなんぼのものかは全然知りませんが。 いやーすごいっすなかく各う僕も小学生の時に空手をやってましたけどなんか埼玉とかのでっかい大会でああの自分より2歳ぐらい年下のなんか黒人の男の子にもうボッコボコにされて空手でやっぱな なんか冗談回し蹴りみたいな,なんか冗談を攻めてくるやつは強いっていうなんか僕の中のなんかそういう経験則みたいなのがあるんですけどど,どうなんですかねやっぱなんか顔ら辺を攻撃されまくるとちょっとひるんじゃってなんか何もできないみたいなこれは正直話が脱線しすぎていますかね <laughs> どこに僕の話はどこに向かっていくんでしょうかマイキーも マイキーもこの河原木千住さんもでも基本はまあ肉弾戦でそれでまあすぐに顔を狙いますよねでもやっぱそういうやっぱ顔を狙うやつが強いんですかね喧嘩は喧嘩必勝法なんですかね。もしくは竜が五徳戦法で行くんだとしたら。 まあ街で喧嘩してるんだったら、まあ、そこら辺に置いてある自転車を武器にするっていうのがまあ一番強いですよねきっと、まあ、それ多分万人におすすめでできる喧嘩術みたいいななな感じなんじんゃないでしょうかまずはヤンキーとかチンペラに絡まれたら近くにチャリンコが駐車されてないか確認してそのチャリンコをもう全力で振り回すっていうのがまあ多分喧嘩では最強の方法だと僕は龍が如くで習いました さあそうこう言ってる間にこれは学生カバンに取り掛かってるみたいですね、まあ、これを書かなかったらもっと時間短くて済んだのにとなんか今になって思いますけれどもこ,れこのカバンを書いたせいで結局15分超えちゃってるんじゃないかっていうもう15分超えたら RTA じゃないだろうと僕はちょっと思ってしまうんですけれども。 ここでやめときゃよかったにんよかったのにとはちょっと思いますが、まあ、ただなんかこのカバンのなんかちょっとラフに描いてるシュッシュ感みたいなのもまあこの涌井先生のなんかちょっとタッチっていうのをまあカバンがそもそもカクカクしてるからまあそのカクカクしたカバンをまあちょっとカクカクめに描くことによってちょっとこの。 和井先生らしさみたいなのを、まあ、こういうアイテムでも出せるということにしておきますかまあ時間の方が大事かなとは僕はちょっと思ってしまうんですけれどもまあでもこれがあった方がちょっと映えるのかなこのカバンがあることによって高校生感っていうのを出せる、まあ、大事なアイテムではあると思うのでもうこれ以上僕が。 僕のここことを責めないいでくださら辺はもう本当にに結構気楽に書いてますねもうミスしようがミスしまいがもう誰も気づかないような場所だろうみたいな感じでなんか着とかもめっちゃでっかいんですけど、まあ、多分気づかれないかなっていうふうに思いながら書いてるのを今僕が音声でバラしちゃいましたね。 この音声は後付けなんでなるほどねいやなんかここら辺もなんか真ん中の線とこのサイドの線がまあ高さがなんか揃ってるみたいな感じなんですかねまあ多分なんか模写とかしてないとあんま気づかないようなポイントですけどやっぱちゃんとそういうところのなんか揃わして 描いてるみたいなところもやっぱり和久井先生の上手さを感じます、ね、もうなんか細かいところをなんかガツガツ書いていくんだけれどもちゃんと全体が見えてるというかそういうところの整合性もしっかりとりながら書いているという感じなんでしょうかこれはでも若干なんか元のやつよりも。 カバンをぺったんこにきすぎてるようなカバンの厚みが少なくて置き勉してるみたいな感じにもちょっと見えてしまいますが、まあ、そんなところを確認する暇人はいないだろうというそれを僕がまた音声でばらしてしまいましたはいではこんな感じでおしまいですお疲れ様でした